はい、どうも総平です。ということで今日もガマチャンネルやっていきたいと思うんですが、今日何をやるかというと、ここです。ここに2つの商品がありますが、これはディスプレイオーディオにつないでディスプレイオーディオを快適にするためのツール、オッドキャストというメーカーが出している商品です。 Android の端末です。以前も実はオッドキャストは動画でやってて、まあオッドキャストじゃないやつも、過去にやりました。でもうぶっちゃけもうこの手の商品ってもうよくわかんないじゃないですか。ディスプレイオーディオにつないで、まあ動画が見れるようになる、まあすごく便利は便利なんですけど、なんかいろんなところからいろんなものがなんかどうやら出てるけど、どれももうなんか一緒なんじゃないの、違いがようわからんと。でその後ももうこれ動画にしてもらえませんかみたいな話もまあいくつかあったりもしたんですけど、まあずっとやってきませんでした。でも今回これをやると、これをちょっと動画にしていじくっていこうと思った一番の理由はですね、なんとこの商品オートバックスで買えるらしいんですよね。まあこの手の新しめの商品ってもうやっぱそのネット販売がメインで、まあそれ以外のところではなかなかその売ってないとか、まあ扱ってないとか、まあそういったことが多かったと思うんですけど、まあカーオーディオが実際に買えるお店ってどこって言ったら、まあやっぱオートバックスっていうのは、まあ名前は一番最初にやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあそこは正式に扱うと。正式に扱うってことは店員さんに聞いたらいろいろ教えてもらえるじゃんということで、まあどうしてもね、こう僕らの世代になるとなかなかそのやっぱ何でもかんでもネットで買うっていうのはちょっと抵抗があるって方もいらっしゃるかもわかりません。僕は、比較的抵抗ない方だと思うんですけど、バンバンネットで買っちゃうんですけどね。まあ実際にその商品がこれってどうなのって直接誰かに聞ける環境があるっていうのは非常にいいんじゃないかということで、まあそういった商品が今回新しくこう発売になるということで、今回動画にしようというふうに思いました。ということで今日ここに2つのモデルがあります。オッドキャストピカソ U2GT Pro、ちょっとお値段リーズナブルで、まあ、3万円ちょっとぐらいで、それからこっちがオッドキャストピカソ2の RAM8 ということで、内蔵 RAM が 8GB、 しかもそれだけじゃなくて内蔵の ROM も 256GB ということで、データ容量をいっぱいいろんなものを入れとくことができる、商品と。で、まあ、こっちに比べてこっちの方がちょっと高いんですけどね。まあ、ということでまずはともあれこれがどういった商品なのか、ちょっと見ていきたいと思います。オッドキャストピカソ U2GT Pro プラグインカーアンドロイドシステムオリジナル USB AI アダプターということで、もう箱はとっても小さいですね。お、なんか気が利いてる、気が利いてる系のパッケージですね。なんだ、タバコのサイズよりちっちゃいぐらい？小さい。重さはまあ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 、でもちゃんと中は入ってる重さはあります。まあ軽いですけどね。あとは取説、保証書、それとまあちゃんと日本語ですね。RAM 4GB プラス、メモリが 64GB とマイクロ SD が128まで刺さる。で、SIM カード対応と。で、ケーブルは、USB の普通の USB から USB-C のパターンと、USB-C2C のケーブルが1本ずつ入ってるという内容物。まあ至ってシンプル。中に入ってるのはこれだけと。まあこれをつないで使うと。本体には AI ボックスという記載と、裏にオッドキャストっていう表記ですね。ピカソ U2GT Pro AI ボックス。はい。はい。で、こっちが、オッドキャストピカソ2、RAM が8。プラスロムが2ゴロということで、データが入れられる容量としては2ゴロなので、まあ、特に増設とかしない状態で使うんであれば、まあ、4倍ぐらいのメモリ容量が
あると。でラムも倍ですね。だからまあ動きがサクサクなのかな。大きさはちょっと大きめな箱です。バカと、まあね、同じピカソのポッドキャストの同じやつだから箱の作りは似てますね。これが本体。本体の大きさ別にでもかといってそんなに巨大ってわけじゃない。あーでもケーブルをこっから挿してとかちょっと気が利いてますね。まあだからどうだっつう話だとは思うんですけど。で取説、車両とのハウトゥーインストールなんていう紙が1枚ついてますね。まあハウトゥーもクソもないと思うんですけどね。USB-A の場合と USB-C の場合で接続方法が違う。な給電しないと動かないとかっていうのがあるみたいですね。まあ、ちょっとこれは繋いでみないと何とも言えないんですけど。取説はまあ、うん、まあちゃんと日本語対応の取説になった感じですね。付属のケーブル、USB-A to C と C to C、それと SIM をぶっ刺す時用の、あの携帯によくついてるあのあれですね、ブスって刺すやつ、ブスって刺すやつともう一本、あそのさっきの給電するパターンの時用、あこういうの見たことないね、給電用の USB のケーブルということで同梱物はこんな感じ。本体手のひらサイズで、USB 挿すとこがここについてる。でこれがあとは、なんだこれ、 SIM とあとこれね HDMI がねついてるんですよ。 HDMI の出力ポートっていうのがついてて、これが実際どういう風に使えるのかっていうのがちょっと使ってみないとわかんないですけど、だもしかしたらこれがすげえいいかもわからん。まあ何はともあれ繋いでみなわからんと、触ってみないとわからないので触ってみましょう。ということでまずは U2GT Pro の方を繋いでます。でまずは繋いで認識させて、で Wi-Fi の設定やらなんやらを最初にしないことには始まりません。ここは家の中で試してるんで、とりあえずは家の中の Wi-Fi に接続をしていると。一般的なディスプレイオーディオは何もつないでいない状態だとやれることがほぼありません。まあ FM、 まあラジオを聞いたりぐらいかな。まあ何もつないでなかったらもう基本的にはスマートフォンをつながないと何かができない。ですがこの AI ボックスをつなぐとガシャン、はい認識しましたね。アンドロイド、ということで画面が出ます。このように、この AI ボックスの中の、アプリが立ち上がります。で、もうこれはある程度設定をし終えたのでもうすぐに使えます。 Wi-Fi ももう接続してあります。暗くて見えないけど。ということで、通常ディスプレイオーディオだけだと、通常であればスマートフォンをつながないと何かができなかったんですが、この AI ボックス、まあ今は新たにつなぎましたけど、基本的にはつなぎっぱなしで、まあ車の中に転がしておくだけで、エンジンをかけたら認識してくれる。で、もちろんその設定を、まあ何かしらのモバイル Wi-Fi か何か、まあスマートフォンのテザリングなんかで接続しておく必要性はありますが、それができていれば、まあ当然なんですが、全
ップを開けば、これは Google マップですね。もう今繋いだばっかりだから北京になってますね。ここ GPS が入ってないんで、まあこのように地図アプリを起動する、まあ当たり前のようにできますが、まあ他にも、まあやっぱりこの手の Android ボックス一番便利なのは、やっぱ何といってもこう動画が見られるようになると。まあしかもこのね、ディスプレイオーディオを操作することで見られるようになるので、雨雲レーダーで、はい、このようにはい、どうも、ソウヘイです。ということで、今日もやっていこうと思います。YouTube はもちろんのことながらですね。今日なんですけど、Netflix や、Amazon プライムビデオといったサブスク系も見ることができます。もう今時、アマプラかネトフリかフールかみたいなのって皆さん1個ぐらいは入ってますよね。まあ、こんなのが見られるようになると。もうあらかじめ落としておいたので、まあ、他にもストリーミング系の音楽、基本的には Android に対応してれば、何でも再生ができちゃいますよと。まあ、てな感じで非常に便利なこれなんですが、これって便利なんですけど、これのね、ちょっと面白い使い方としては、このようにですね、なんと2画面で使うことなんかっていうのもできるようになってるみたいです。まあ、他にも本体の中にオーディオのデータを放り込んでおけば、ここで再生することなんかっていうのもできます。というふうに非常に便利な Android AI ボックス。この箱をつなぐだけでできてしまうと。ということで、ピカソー2も試していきます。USB をつなぐところは、本体の背面、ちょっと埋め込むような形になってますね。ここに挿します。で、今回も、ノーカットで、実際どれぐらい認識するまでに時間かかるのかというのを試していく。ラムがさっきのに比べて4ギガから8ギガにこっちはなってるんですよね。だからなんかまあ若干早いような気もするけど、どうですかね。で、まあ当たり前なんですけど、まあネットフリー、YouTube、まあその他もろもろのアプリはちゃんと動いてくれると。このピカソー2の便利な機能として、リアモニター出力を装備していると。 HDMI でリアモニターに出力するポートが備わっているということで、リアモニター用意しました。カロッツェリアのリアモニター。リアモニターのポートは本体ピカソー2の本体の角についてます。 HDMI の変換が必要になりますが、HDMI の変換をかまして接続をします。接続し終わったらデフォルトで、HDMI は、出力がされました。特に何の設定もいじることなくリアモニターに映像が出ます。出てくる映像はまんまそのまま、ピカソー2の映像が出てるといった感じですかね。まあ、当然リアモニター側触っても、反応はしません。当たり前なんですが。ということで本体側を触ると、まあ、当たり前のように、まあ、連動してくれるということで、リアモニターなんかを実際車につないでる人はこの機能は便利ですよね。ただまあ変換がいるというのだけは、一つありますが。はい、という感じで、今回はディスプレイオーディオ、市販のディスプレイオーディオに実際つないでみて、どんな風なものなのかというのを触っていきました。まあ最初にも言いましたけど、この商品は、オートバックスさんで
扱ってるそうです。もう発売されてるぐらいなのかなというふうに思いますが、展示とかそういうのまではしてないかもわかんないんですけど、まあ、正式に発売になるということで、もし興味がある方は、実際にお店に行って聞いてもらえればななんていうふうに思いますが、まあいろいろ触ってみて、今回このオッドキャスト、まあ前も触ったんでね、同じオッドキャストの旧モデルを触ったことがあったんであれなんですけど、いろいろ触った感じの安定感っていうのは前のモデルに比べてやっぱちょっと良くなったのかなと。最初の頃の商品はやっぱどうしても動きが若干もっさりしてたりとか、そういうのがあったりもしたんですけど、まあ、特にこっちの今回このラム8の方は繋いでみて、動きもやっぱりそのラムが8ギガあるっていうのもあって、動きがサクサクだし、まあロムが256ギガっていうのをどういう風に捉えるかっていう話なんですけど、今サブスク系、まあネットフリックスもアマゾンプライムビデオも、まああと音楽系のストリーミングでも、有料課金したりすると、まあ、できると思うんですけど、実際にデータをあらかじめダウンロードしておいて、そのダウンロードしたデータを楽しむ、まあ、どうしてもその車っていう環境で、まあ、Wi-Fi テザリングとかやってても、まあ、やっぱりその通信速度が若干遅くなっちゃったりとか、スマホのテザリングでずっとやるにはどうしてもちょっとデータ量が気になるとか、まあそういった事情ってやっぱあると思います。あらかじめ、データが落とせるところに、まあ、車持ってっておいて、まあ、Netflix の映画1本落としとく、まあ、大体2時間ものが2本で1ギガ分ぐらいなので、256ギガつったらものすごい量の映画が落とせちゃうと思うんですけど、まあ、あらかじめ見たいななんていうのをこう、ね、何本か落としておいて、それを見るなんていうこともできます。内蔵ロムのデータ容量がものすごい大きいメリットっていうのはもうぶっちゃけそこしかないとは思うんですけど、昔はね、車買って、まあ、車買ったら一番最初何する、まあ、とりあえずナビつけてなんていうのが、まあ、当たり前の流れだったと思うんですけど、今やっぱもうディスプレイオーディオがついてる車多いですよね。とってもやっぱりそのディスプレイオーディオってすごく便利なんだけど、何が一番不満かっていうと、やっぱりその動画コンテンツが楽しめない。まあ、昔のカーナビだったらナビつけて DVD 再生するやつで、地デジもちゃんと映るやつでみたいなのがあって、まあ、地デジとか DVD とか、まあそういうのが見れたんですけど、今ねもう DVD を見るっていうよりは通信でね実際映画見ちゃうなんていう方がお手軽ですよね。でこれはもうほんとね、あの店員さん、オートバックスの店員さんに、どうなのこれってと聞けば教えてくれるということで、興味のある方はぜひオートバックス行って、ガンマチャンネルでなんかやってたんだけど、この商品ってどうなのって直接聞いてもらえればと、いうふうに思いますが、今日の動画では、さらりと、まあ、このモデルがどんな商品なのかとっていうのを、ちょっといじってみました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの少しでもなんかお役に立てていればありがたいなというふうに思います。はい、といった感じでガンマチャンネルでは今後もカーオーディオのネタ、不定期投稿にはなっておりますが、やっていこうというふうに思っておりますので、もしよろしければ高評価、それとチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ということで、ソウヘイでした。